今までこの補強はセンスいいと感じた選手って誰かいますか？ああ、みんなの方がすぐ出てくるんじゃないかな。どれだろうな。なんかありそうだけど。ちょうど空いてたところにスポーみたいな。ハーランドシティとかだとセンスいいとかじゃないもんね。ちょうどなんか、アーセナルジェズスとかもそうだけど、なんかストライカーとかその派手に言われてる補強より、そうそこみたいな。ああ、だからあれじゃ、マドリーのフェラン・メンディじゃないですか。あ、アーセナル冨安もそうですね。確かに。的確補強。そう。あ、マドリーアラバもそうですね。ラモス売るタイミング完璧だったもんね。なんかこう、かゆいところに手が届いた感のある補強だよね。こういう時こそね。こちらですよ。はい。僕が、なんと監督として乗ってる、ね、エルゴラッソ選手名鑑ですけど、ちょっといいのはアトレチコのビツェルとかね、スリーバックの真ん中で使うっていう風に考えてたんだろう。あ、バルサのビダルね。確かに。あ、ミラン・メニャンもそうだよね。まあ、ね。なんならドンナルンマよりもね、メンタリティのところではいいですからね。あとは、バルサ、クリステンセンとかもね、他で薄まっちゃってるけど、結構いいと思いましたけどね。マドリー、カマビンガとかも。でもまあね、アセナル、トミヤスとかね、さっき言った、誰だっけ？そう、マドリー、フェラン・メンディとかに比べるとね、ああ、あれ、ユナイテッド、エリクセン。エリクセン、ブルーノ・フェルナンデスっていう、うまくてわけわかってる、この2人中盤に並べられるの最高っすよ。あとは、アーセナルのトーマスとかはそうですけどね。アーセナル補強うまいんよ。ホワイトもそうだし。ちなみにね、でもなんかセンスいいっていうよりなんかこう、センスとはまた違う感じのあれもあるけどね。ああ、入荷する気まないですね。確かに。あ、チェルシー、クリバリ。もういいっすね。なんかセンスいいとはまたね、こう、ガシンみたいな。もうちょっと地味めのやつがいいんだよね。こういうのって。センスいいって言い方。センスいいねっていう。ねえ、だってシティがハーランド取ってセンスいいねはちょっとバシンと来ないじゃん、その一言。ああ、リバプール、ファビーニョ。当時だって移籍史上空いた瞬間に決めたみたいなさ、決めたというか、決まってた発表したみたいな。リバプール、ファビーニョ、リバプール、チアゴはそうっすね。まあシティね、第一候補は組んでだったけど、僕はルベン・ディアス良かったみたいな。まあ、結果センス良かったみたいな感じですけどね。あ、そうだね、スパーズ、ペリシッチ、確かに。ソシエダ久保そうっすね。いいっすね。確かに。そうか。ソシエダ久保もそうか。確かに、ダビド・シューバーのところもセカンドトップもウィングもやらせられるしね。あ、ロバートソンもそうだね。確かに。忘れてたけど、リバプールのロバートソンもそうだ。アーセナル、ファビオ・ビエラ確かにいいね。ジャカのところも、ウーデ・ゴールのところもね、育っていけばどっちもいけるもんね。これだって EL でね、ジャカのところも使われてたしね。バルサ・ラキティッチも確かに当時そうだったね。チャビがちょっと、強度高いサッカーが厳しくなってきてて、みたいな。チャビほどポゼッションを安定させられないけれども、MSN のために、あの時ね、3人で攻撃させて、残りで守備するみたいな形に最終的になったから、より一層ね、ラキティッチのね、重要性が増したんすよね。ナポリ、アンギサ、スパーズ、ラング、ああ、スパーズ、ラングレイいいっすね。アーセナル、ラムズデル。まあ、ね、あの時ね、いたから、レノが。センスいいとか思わなかったけど、重要でしたよね。セカンドキーパーにそんなお金かけんだみたいな感じだったけど。そうだね。スパーズ、クルゼスキーは確かに。そう、だから、やっぱりね、分かってる監督に任せるといい人取ってくるんよ。コンテとか、アルテタとか。そう。アルバいて、バルデいて、マルコス・アロンソ取ってくるみたいなのは、分かってる監督しないですからね。育てんのはいい、うまいけどね。こんな感じですかね。チアゴ・シウバフリー。あ、確かにチェルシーのチアゴ・シウバフリーはでかいわ。あれね、出しちゃってる人が同じブラジル人っていうのはやばいっすよね、レオナルドっていう。